こんばんは、春風旅行者の佐藤でございます。今回はイギリスですね、イギリスのスコットランドです。こちらがですね、イギリスの国旗、こちらがスコットランドの国旗です。一応国ですのでね、スコットランドは、一応スコットランドの国旗をご案内いたしました。で、今回ご紹介いたしますのはですね、スカイ島です。スカイ島のですね、スコットランドの北の方にある島なんですけれども、そこのポートリーという町とですね、フェアリープール、これ日本語に訳すと妖精のプールっていう風になるんですけど、どんなところなんでしょうか。早速ご案内してみたいと思います。スカイ島というとですね、この写真が出てくることが多いんですね。これはストーの祈願っていうふうにも言うんです。もしくはストー老人の祈願というふうにも言うんですけれども、スカイ島の自然を象徴するような、象徴的な一枚ですね。でですね、このスカイ島というのはどこにあるかというとですね、この、イギリスのちょっと一番北のところですね、ここにエジンバラがありまして、でこちらにでちょっとグラスゴーというのがあるんですけれども、このエジンバラからずっと北の方ですね、この辺ハイランドというふうに言うんですけれども、ここのですね、ここにあるのがスカイ島ですね。一応島なんですけれども、橋でつながってる、スカイブリッジという橋がつながっているので、ボートに乗ったりとかですね、そういうことは必要ないんですけれども、一応スカイ島という非常に大きな島で、また観光の人気のある島なんですね。このスカイ島をですね、こうちょっとアップしてみたんですけれども、今回ご案内するポートリーとフェアリーテールの場所を書いてみました。ポートリーというのはここですね。このですね、町のこのスカイ島の場所あるこの場所ですね、この町の場所が非常に重要なんですね。でこのポートリーからフェアリープールまでというのはそんなに遠く離れてないです。車で30分から40分程度というところなんですね。でポートリーの街をですね、こうさらにギューッとこうズームアップしてみますとですね、本当はですね 2,000 人ぐらいしかいないような小さな町なんですよ。で小さな町なんですけれども、ホテルがたくさんあるんですよね。この赤いこういうの全部ホテルなんですけれども、これ一部なんですけどね、もっとあるんですけど、それでもですねシーズンになると足りなくなるぐらいなんですね。なんでそんなことになるのかということなんですけれども、見てください、これ美しい、なんかカラフルでですね、こうメルヘンチックとまではいかないかもしれないですけども、カラフルでとっても可愛い感じの街ですよね。このいろんなですねカラフルな街のお家の中でですね、このピンクとブルーのお家というのは実はホテルなんですね。そこにお泊まりいただくこともできる。でこのなぜこんなにホテルがあっても足りないのかというとですね、このスカイ島というのはものすごく人気がある観光地なんですね。別の動画でもご案内しましたけれども、キルトロックという場所とかですね、あとはタリスカー蒸留所というですね、ウイスキーですね、そういったところの蒸留所もありますし、この美しい街とかですね、そういったものがあって、とにかくイギリスはもちろんヨーロッパ全世界からこのスカイ島にいらっしゃるんですね。そうするとこのポートリーという街はですね、実はスカイ島の中では一番大きな街なんですね。でホテルもたくさんある街で、なおかつですね、先ほどご覧いただきましたように街がちょうど島の中心地にあるので、中心的な場所にあるので、どこにも行きやすいというようなことになっている。それでここに宿を取ってホテルを取っていろんなところにこう車で行くというふうな感じになるので、ホテルの数がいくらあってもシーズンは足りないと。ですから本当に予約をしておかないとホテルがないっていう状況がごくたまにありえるので、もし行かれる方は是非ともご予約をお勧めいたします。でこちらポートリーの町なんですけれども、ちょっと後ろの方を見てください。ちょっと曇り空かなんかちょっと霧っぽいフォギーな感じですよね。こういう天気多いです。やっぱり位置の島なので、霧が出たりとかですね、やっぱりイギリスってもともと雨が多いっていうふうな感じなので、こういうふうな天気の方が晴れ渡る空よりも多いかなっていうふうに思われた方がいいと思います。でですね、この画面左側のこの低いちょっと背の低い建物ですけども、こちらですね、結構有名なカフェで、謎のシーズンになるとですね行列ができるぐらいこう皆さん並ぶんですね。カフェが少ないというのもあるんですけどね。でこの隣にあるちょっと一戸建てみたいなこう建物ですね、これ実はですねスコットランド銀行の支店なんですね。こういう田舎町ですからね、人口 2,000 人ぐらいのところですから、やっぱり銀行というのはやっぱりそこそこセキュリティ大切なんですけれども、自社ビルみたいなですねそんなものを建てるほどのことではないので、多分これ元々は誰かのお家だったと思うんですけども、そこをオフィスに改装してですね、スコットランド銀行の支店という形で運営している、そんな状況の町なんですね。で街の散策はですね、もう本当にもう車でくるっと回ればもうすぐ終わるような感じ、一応インフォメーションセンターとかはあるんですけれども、街の散策が終わればですね、ちょっとこう郊外に出てみると、こういう木立の中のですねハイキングトレイルなんかがちゃんと整備されておりますので、ちょっとハイキングとかですね、こう好きな方は少しこう街の中を、街から出てですね、こういったところを歩かれてみるっていうのも楽しいかなっていうふうにも思います。でですね、このポートリーという町からですね、そこに宿を取って起点として、そしてこのフェアリープールというところに行くんですね。これは車でですね40分30分から40分ぐらいですね、なんといってもスカイ道というのは公共交通機関がほぼないと言っていいぐらいの貧弱さなので、もうレンタカー一択なんですね。一回一回タクシーありますけれども、一回一回タクシー呼べないので、もうほぼレンタカーですね。レンタカーはですねレジンバルで借りて、そしてここまでスッと行くこともできますし、こちら側でレジンバルこの辺りなんですけれども、ここからですね、これハイランドと呼ばれるこの辺りですね、この辺りインバネスとかレスコの、シーのレスコで有名なインバネスのエリアとかですね、もっと他にもいいところがあるので、そういったところを回ってスカイ島に行くっていうようなプランも、人気のあるコースなんですね。で、レンタカー一択なんですけれども、このレンタカーでフェアリープールまで行かれる。じゃあフェアリープールって一体何かというとですね、フェアリープールというのはまさにスカイ島のその自然っていう感じなんですけども、ここにちょっと大地の割れ目みたいなところがありますよね。でですね、ここを流れている川なんですね、フェアリープール。プールなんですけども、実際は自然の川なんですね。非常にきれいな水でですね、冷たいです。これ非常にまれに晴れ渡ったような天気ですけれども、非常に冷たいきれいな川なんですね。でその川はですね、ところどころ滝とかがあったりしてですね、そういったものを見ているだけでも楽しいんですけれども、そのプールって何かっていうことなんですけどね、川、日本だと護岸整備がしてあって川はまっすぐに行ったり水が流れていくだけっていう感じなんですけれども、こういうところは何もされていないので、普通に流れている川なんですが、ところどころ水が溜まるところがあるんですね。ちょっとくぼみがあるといいますかね、へこんでいるような感じになっていて、ここ水が通るとこのへこみの中に水が入る。でそこが水がちょっと溜まるような感じですね。もちろん川の一部なので常に水は入れ替わっているんですけど、そういう水たまりではないんですけどね、水を溜めておくような水がちょっと溜まっているような場所があるんです。でそれをフェアリープール、いくつかあるんですね。それをフェアリープールっていうふうに呼ぶんですね。で大きいものになりますと、こうやってダイバーさんがですね中に入れるんですね。でこれはそれほどの高さがないっていうのはお分かりいただく、深さがないっていうのはお分かりいただけると思うんですけども、それを下から取っているところなんですけれども、これですね、水すっごい冷たいんです。というのはですね、スカイ島っていうのは夏でも最高気温が16度とか17度ぐらいしかないんですよ。ですから水着で泳ぐっていうのはありえない世界なんですけれども、ダイバーさんはですね上とか、でも17度だったらドライですかね、ドライスーツを着てこういうところに潜ってですね、それで撮影をされたりっていうようなことなんですけれども、こういうものがですねいくつか川の両側に自然に、もちろん自然にできたものなんですけれどもあるので、それをフェアリープールというふうに呼んでですね、非常に人気のある観光地の一つとなっているんです。スカイ島はですね、とにかく本当に自然のいろんななんていうんですかね、芸術みたいなものがあって、でそこになんといってもタリスカ蒸留所がですねあるので、本当にウイスキーがお好きな方はですね、もうぜひ工場見学したいとツアーがあるんです。タリスカはでツアーがあって、その後ですねシングルモルトの試飲がもう待ち遠しいと。私なんかほとんどお酒が飲めない体質なので、その気持ちは分からないことはないですけれども、ほどほどにと。で車ですからね、車ですからその辺はちょっと注意していただきたいなというふうにも思います。このポートリーという町にですねホテルを取って、いろんなところを見に行かれる、それがスカイ島の楽しみなんですけれども、一つ皆様にご案内させていただきたいのは、帰ってくる時は、どこにも行くにもですね片道1時間かかるっていうところほとんどないので、どこに行くにも日暮れまでには必ずホテルに戻ってください。もうこれはですねもちろん車はナビもついてますし、道はそんな難しいわけではないんですけれども、暗くなって何かあった時、とにかく周りには何もないんです。人はいないんですね。で声をかける建物もなければ、何かちょっと助けてもらうようなところも何にもないんですね。そういうところなので、できれば日暮れまでに、太陽が落ちるまでにホテルにお戻りいただきたいというのをこれはですね行かれる方にはぜひ強くご案内させていただきたいと思います。今回はですねスコットランドのスカイ島ですね、スカイ島の中心的な町であるポートリーと、そこから40分ぐらいで行けるフェアリープール、妖精のプールをご紹介いたしました。それではチャンネル登録をお願いいたします。ありがとうございました。